はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日は何をやっていこうかというとですね、24時間耐久企画ってやつですね。久しぶりですね、この手ですね、やっていこうと思います。前回からですね、プチプチ、24時間耐久プチプチね、やってみたりとかありましたけど、それ以来ということでね、本当はね、ちょっとライブ配信でやろうかなと思ったんですけど、諸事情があって、もうこれはちょっと企画の内容にも関与してくるんで、後々ね、おいおい説明していこうと思うんですけど、あ、まずは、どうしよう。先に企画内容言っちゃいましょうか。まあ、簡単です。最底辺 YouTuber ね、一応やってますからね。じゃあ、底辺 YouTuber がね、ニコ動本気でね、動画投稿したら1日に何本投稿できるのかっていうことでね。1日の動画投稿本数ね、の上限ね、挑戦してみようやないかという、企画でございますね。で、今ね、時刻は、6月11日土曜日の23時49分ということなんで、この、6月12日ですね、0時からの0時0分から、6月12日の23時59分59秒までにね、何本投稿できるのかっていうのをね、やっていこうと思います。ということでね、早速ね、やっていきたいと思います。やってみましょう。おう。さあ、ということでね、やっていくわけでございますけどね、まあ、どんな感じになるのかな。24時間耐久なんでね、多分ね、予定としてはね、まあ、ライブ放送のね、つもりでもともとおったんですけど、結局何か問題かっていうと、まあ、そんな深い話ではないです。ニコ動でこれから動画をアップロードし続けるんですよね。その兼ね合いで、アップロードするのに回線を、当然ネット回線をフルに使うんですよね。この動画のアップロードって多分、そのインターネットの中でも一番最もフルに動画、その容量を食うんじゃないかなっていうところなんですけど、同じくね、食うのがね、ライブ配信なんですよね。で、実は先週の段階でね、ちょっとテストやってみてみたんですよ。ライブ配信しながらね、その動画投稿できるかなと思ったんですけど、やっぱりちょっともうライブ配信の開始が、回線が混雑しちゃって、もうちょっと、放送がね、できなくなっちゃうよってことがね、判別したんで、それはね、ちょっと諦めましたよということですね。でも、もともとね、その、できるかどうかね、ちょっと怪しいなっていうところがあったんですけど、ちょっとね、予定がね、今週、ちょうどうまいこと予定があったんで、ここでやっちゃおうという、ことになりましたということですね。で、簡単にね、ルールの説明だけね、残り10分ぐらいなんでね、やってきますけど、24時からね、動画をどんどん投稿していきます。で、動画を投稿するにあたってタイマー機能は、使っていいよということにします。で、タイマー機能も使いながら、動画の方もね、投稿していこうというわけなんですけど、ね、YouTube をね、投稿したことがある人だったらね、ちょっと待って、ちょっと待ってと、多分なると思うんですわ。っていうのは、YouTube だったらね、その動画のね、その予約していいんやったら、ね、15分単位で、設定ができるんで、15分ごとにね、動画をギャーっとね、詰め込んで前もって準備しておいたらね、できちゃうじゃないかっていうことでね、あれなんですよ。で、まぁ、今回も実際私も、事前に準備はしてるんですけど、ちょっとね、YouTube とニコニコ動画で、いくつかね、その動画投稿の仕様の違いっていうのがあるんです。まあ、これ実際に投稿しながらね、ぼちぼちとグラグラ話しながらね、やっていこうかなと思ってるんですけど、大きな違いの一つね、そのタイマー機能。これがもともと、プレミア会員にならないとタイマー機能が使えないっていうのがあったりするんですけど、それよりもね、そのタイマー機能、そのプレミア会員になってるんですが、使えるんですけど、その、タイマー機能が、最大10本までしか、予約ができないっていう、タイマーが10本までしか設定ができないっていう風になってます。YouTube の方はね、特にそういった制限はないのが何本までなんでしょうね。私は常にだいたい30本ぐらい動画のストックを作って予約してあるんで、まあ1ヶ月先、今も7月の13日ぐらいまでかな、まあ作ってあるっていう状況なんですよ。まあ多分多いです。一般的な YouTuber さんと比べるとダントツで動画のストックは多いです。まあ毎日投稿ね、10毎日投稿しながら、仕事しながらなんでね、そうすると、どうしてもね、仕事がくそ忙しくなるとね、全然動画投稿、動画作れる、暇がね、なくなってしまうよということもあるんで、で、それに合わせてね、どうしても一日ね、撮影とかに行かないといけない。まあ、今日なんかもね、実質多分動画の編集ね、YouTube の新しい動画の編集する時間は多分実質ゼロだと思いますんで、こういうような時のためにね、前もって作っておかないといけないということなんですよね。っていうのもあるんで、まあ、30本ほど、だいたいいつもストックしてあるんですね。うん。なんですけど、
ニコ動の場合はそれから10本までしかできない。まあ、これどうなんでしょうね。普通のクリエイターさんだったらそこまで気にすることでもないのかもしれませんけどね。10本ぐらいストックしてあったら多い方なんじゃないかなと思いますんで。まあ、ただ、うちの場合はね、特に今回の企画みたいにね、1日でね、もう一気に大量にドカーッとね、打とうと、する場合には、これどうしてもこの条件っていうのが引っかかってくるわけですね。で、もう一つそのニコ動の、条件の一つに、これはまあ実際にやりながらやっていくと、わかりやすいかなと思うんですけど、YouTube ってまとめて動画をね、15本まで一気にね、動画アップロードができます。で、そのまま編集して、予約とかしたりしてね、やったりすることができるんですけど、ニコニコ動画はその複数の動画をまとめてアップロードっていう機能がありません。ですので、一本一本作っていかないといけません。で、一本の動画を作り終わったら、ちょっと簡単に動画の説明しておくと、普通に動画の投稿終わったら、はい、できました、はい、で終わりじゃないんですよね。YouTube なんか AI 判定が入ったりするっていうのがありますけど、その時に、エンコード作業をするときに、その AI 判定も同時にやってるんですよね、YouTube さんの場合は。で、このエンコード過程っていうのが、それなりに時間がかかるんですよ。結局その YouTube に投稿した動画を皆さんが見れるようにね、要は、YouTube さんで、その仕様変更をね、合わせ込みをするわけですよね。これがニコ動さんでもあるんですけど、このニコニコ動画さんの特徴は、一本ずつの動画しか出れないよっていう中で、このエンコードしている時間っていうのも、エンコード時間、もう、間も、次の動画の投稿ができないんですよ。ですので、まあそこでね、数分ちょっと休んでっていうような形でね、やっていくことになるのかなと思うんですけど、ですのでね、YouTube とはだいぶそのあたりの仕様が違うんで、実はこの、24時間耐久マラソンってやってみると、まあまあそれなりにタイムトライアルとしてね、RTA、リアルタイムアタックとしては何本投稿できるのかというのはね、大きな鍵になってくると思います。ってことで、動画的には、今ね、12時から、もう予約の方はセットしてあります。で、今回ちょっとね、セットの仕方変えました。12時から2時間おきに、動画の方をセットして、準備してあります。今10本用意してあって、もう1本もう動画のアップロードは終わっとって、次の12時のやつが入った瞬間に、そいつを、時刻設定してあれば、そいつが上がりますよという状況にはなっているので、これが多分最短じゃないかな。で、それのエンコードが終わったら、次、ネットをすぐに打つということですね。まあ、アップロードの方が終わってるんで、エンコード自体は、もう処理のにかかってもらってるはずなんで、最終処理だけになるんで、これでだいぶ時短ができると思います。さあ、ということでね、56分になってきましたし、ね、画面の方をね、その投稿仕様の方にね、書いてやっていこうと思いますよ。さあ、ということでね、帰ってきましたけど、あと3分で始まりますからね、戦いは。今ね、なんかね、この上を見てみるとですね、Google Chrome さんがね、なんかえげつないことになっておりますと。これはですね、タグの方を準備しちゃって、要は今から古い動画をね、YouTube にすで、にアップロード済みの動画を、準備してやっておくわけなんですけど、概要欄とかのね、データとかをね、そのままコピーで、できるようにね、その投稿する順番に全部タグをね並べて終わったら消して、次のやつを開いてっていう風にできて、最先端でね投稿できるようなロジックを組んであります。でこんな感じの、ニコ動さんはね、投稿の画面がこんな感じになったらちょっと大きくしようかな、150ぐらいまでした方のが見やすいかな、ってことでねこれでちょっとやっていこうと思いますけど、もうすでにね、この10番までやってあって、では10本までしかできない。1から10までを今投稿してあります。で、12時からちょうどこのシリーズね、静岡行った時のシリーズですね、が、だーっと上がっていくよっていうような形になります。まあ、こんな感じの画面ですね。ちなみに、アナリティクスはね。うん。で、こいつのところが今下書きになってます。で、ここで動画投稿ね、新規でしようと思うんですけど、こんな感じで、投稿途中の動画がある場合にはこういう風になってきます。ですから、2本以上複数の動画を並行処理することはできませんよと、いうところが大きな違いになります。さあ、あと1分でこの動画の投稿はできます。こいつのね、サブだけね、何分に投稿したんだっけ、これ。20時ね。で、その20時までに10本の動画はすでにこれで確約がされます。ただ10本前しかその確約はできないよということですね。さあ、あと3
間が見れないのか、どっかに出しとかないといけないな。こんな感じでたまに出してくれいいかな。見える、あ、見えないな。あ、やばい。こんな感じね。よし、41、3、4。これ出さないと映らないな。さあ、1、2、3、6、5、4、3、2、1、スタートってことでですね。